大気圧潜水服1710年代にジョン・レスブリッジが作った装備カーマグノル兄弟が作った、総期大気圧潜水服とは、潜水士がスキンダイビングやスクーバダイビングより深く深海を潜水するために身につける潜水用具である。水や水圧の影響を受けないよう固くて、気密性のある全身を覆う形状をしている。人間が潜水する方式には、 大きく分けて2種類存在し、それぞれを軟式潜水と公式潜水という。軟式潜水とは水圧にさらされた状態で潜るスキンダイビング等を言う。公式潜水は人間が水の影響から保護され、通常の大気圧で活動できるような潜水艦や大気圧潜水服によって潜る方式のことである。そのままの状態で潜れるため、特別な混合ガスは 必要なく、環境圧潜水で起きる、減圧症や、窒素中毒なども起きない。関節部の自由度が低く重いので行動には、制限がかかり、使用環境の温度などの問題も受ける。1715年に、イギリスの発明家、ジョン・デスブリッジが発明した。この装備は1719年に、水深60フィートまで潜り、ナンパ船から銀を回収するのに使用された。 木製の樽から手だけ出せるような構造であった。関節部をアコーディオンジョイントとしたものが、イギリス人 WH テーラーによって1838年に設計された。バラストタンクで浮き沈みの制御も考案したが、当時の技術では重さとかさばりのためなのか生産はされなかった。1856年に完全に密閉された大気圧潜水服が、ラドナー。 d ーィフィリップスによって設計された。損の端がドーム状で、関節部にはボールジョイントとソケットジョイントが使用され、肩と肘、膝と腰が動くようになっていた。覗き窓、バラストタンク、出口、手動クランクプロペラ、地上から空気を送り込む部分などが備えられていたが、実物は作られなかったようだ。1882年に、 フランスのマルセイユにいたカーマグノル兄弟によってきちんとした人間型の大気圧潜水服が作られた。関節がそれぞれの足に4つ、腕に6つ、ボディに2つの計22箇所あった。ただ関節部は完璧な防水にはなっていない。ビクトリア町には多くの大気圧潜水服が設計製造をされたが、いずれも水圧がかかった状態でスムーズに動かせる。 水密性を維持できる関節が実現できなかった。それが打開されたのが、ヨゼフ・サリーム・ペレスが1932年に開発した、軽量なマグネシウムと油を使用した関節を採用したトライトニアスーツである。しかし、1940年代から1960年代まで、大気圧潜水服の開発は、環境圧潜水の生理学的問題を解決する。 ことで深海に挑むことに注力する自流によって停滞した。スキューバ装備の開発は著しいものがあったが、やがて限界を迎えたことで再び大気圧、潜水服が日の目を浴びるようになった。そしてトライトニアが倉庫から約30年ぶりに掘り起こされた。ペレスは著名ダイバーであるジム・ジェレットの名前を冠した大気圧潜水服を開発する会社からのオファーを受諾した。 そして1971年11月に最初のモデルが開発され、1974年に実用化されたのがジムスーツである。ありがとうございます。